やばい、密着もすいません、いきなり回してしまって。いや全然全然、もうあれです、あの密着全員分やっぱ去年のも見てまして。本当ですか？これ全員つくのかなって思ってたけど、つくっすね。やばい、うわ、やばいやばい、見えちゃった。俺あれやるんすよね、今から。えやば。よーい、スタート。14年前からサスケオタクなんですよ。好きな選手が長野さんと長崎さんなんで、青のムーブスポーツ持ってますもん。あ、本当に。長野誠さんの競技映像を見たら、服と照明で何回大会か言えます。それはすごいね。本当に言えます。服って大体一緒ですよ。いや、長野さんってたまにネックレスされてたりとか、あと長崎さんも同じ青なんですけど、短パン履いてる時とスパッツを下に履いてる時と、あと髪色とかも違うんで。あ、なるほど、絶妙に分かりますね。OK、分かりました、修行します。ありがとうございます。どうぞ。やってきたつもりですけど、圧倒されますね。やってみるともうもっと違うのが多分分かると思う。え、今海洋くんですよね。僕があの初めて見た回で、海洋くんが生まれてもうすぐの回で、あんなに大きくなってやばいっすね。うわ、もうあそこのあの去年からあるあの常連の方が座ってるぞ、あそこ行きたい。行きたい、あそこ。うわ、いる、みんな。うわ、まあ、長野さんの衣装当てられるって言ってたんで、はい、クイズ出していいですか？はい、もちろんです。いいですか？もう分かりました。これ25回大会です。僕が見始めた23回以降、半袖を着てファーストステージを挑んだのはもう25回1回きりなんです。これです、間違いないです。正解です。ありがとうございます。もう簡単ですね、これは。もうですよね。なんか俺めっちゃ見覚えあるのが、なんか大体あのサスケのファーストステージ後半戦になってくると、ナレーションでなんかファーストステージ後半戦とかなって、オールスターズの方がここで懸垂してるのが、もう、え、ここっすよね、そのままっすよね、これ立て直したりとかしてないですもんね。え、ちょっと触っていいですか？おお、おお、うわ、あ、これちょっとあれっすね、あの、今のどっか出たらスクショしてオールスターズの方がやってる写真と並べたいっすね。トイレ1個でこんな大喜びするとは。懸垂めちゃめちゃ軽々ですね。いや、もういっぱいやってきました、今回のために。今回のために、あ、まあ、もちろん普段からレッスンとかで体鍛えられてると思いますけど。いや、でもサスケの筋肉はなかなかこう、結構バディーズとかグループでもきついことはしますけど、うん、それで鍛えられるものではないですね、大抵。どうやってサスケ筋トレみたいなのしてるんですか？サスケ筋トレはもう本当にあの漆原さんとかがよく言ってるあの公園の遊具を全部もうサスケのセットに見立てて練習するっていうのをひたすらやってきましたね。陸上の時もなんかみんなやっぱりナイキとかそれぞれブランドやっぱあるじゃないですか。でもやっぱ当時2018年ぐらいにサスケの選手の間でニューバランスが流行って、俺はその理由だけでニューバランスにしてしまったので、みんなやっぱこう走り心地とか確認するじゃないですか、スポーツセンターで。やっぱ俺このグリップをこう確認し続けて、もうサスケ専門の靴にしてしまいました。新エリアもありますね。いや、俺もさっき一瞬見た時にあの見覚えのない配色と動きをしている何かが見えたんですよ。あれ絶対新エリアですよね。毎回思ってたんですよ、なんかそろそろ新エリア来るかなとか、来てほしいなとか。でも実際俺が出る立場になったら来てほしくないですね、本当に。怖い。怖いっすね。うわ、怖え。次が新エリアになります。次ですね。次です。うわ、どうやってやるの？怖いっすね、これマジ。長野さんの手も。5人。あ、やばい、やばい、長野さんだ。どこにいます？
長野さんに憧れてずっとファンです。うわすごい本物だ。23回大会からファン、2回ファーストやってファイナル行った回、あ、はいはい、ありましたね。生まれて1回目の回だったのですごいやばと思って。それがもうこんなに大きくなって、やばいですね。中学2年で、中学2年ですよね。あ、すごいファンですよ。うわすげえ。いや一応横についてあの声もかけます。お、いいですか。入るタイミングと。うわ嬉しい、よかったですね。うわ、え、やばい、え、やった、ありがとうございます。で、カメラ向けで、はい、やばい、オッケー、ありがとうございます。いやー、23っす。よしよしよし、頑張れ。めちゃめちゃ声出すわ。もうやばい。え、緊張してる。砂が押してるわ。確かにみんなで叩いとこう。確かに叩こう。おいそう、頑張れ。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。頑張れ。よし、行ってこい。すごい。楽しんで、楽しんで、楽しんでいきます。頑張って。じゃあ先帰っとくね。先帰っとく。先帰っとくは仕事だから。どうせクリアすると思うから。お、いいこと言った。どうせクリアするでしょ。あの、テレビで見るわ。ゆっくり。23番です。実況が聞こえる。こんなに聞こえるの。すげえ。長野さんができはるの毎回ここなんで俺はここにいます。いざ出陣ですね。来た感ありますね、これやっぱ。ここはだからちゃんと覚えて、もうそこ乗って、はい、入る、入る、そこでスーッと行くか、ここで行くか、ここで行くか、ここで行くか、スッと行かず、一回待って、この間の行った後にこう行って、こうでもいいと思う。帰った時にゆっくりこう前に行くか行かんかぐらいの時に、なんかこのサスケがこう決まった期間からずっとファーストステージを本当にずっと見てきたので、やっぱファーストステージ見ると実感湧きますね。このプロテクター、このブランドも夢だったな、つけるの。ブランドまでグループの仕事をしてる時も基本サスケの話です。普段から結構、普段からすごいサスケ大好きなの伝わってたんで、こっちも嬉しい。そうです、今日でもタケヤが出て嬉しい。もうやっぱこの最初の飛び移りが一番不安ですね。うん、させるのかなっていう、本当に。昨日も大阪で仕事があって新幹線帰ってきたんですよ。歌が横に座ってて、ずっとこの映像で見てるサスケを、でこうメイトしてこう入れトレしてた。妄想の中では毎回クリアしてるそうです。めっちゃ緊張してる。クリアしたらちょっとメンバーの皆さんからなんかご褒美とかもらえます。おめでとうの言葉をあげたいと思います。めちゃめちゃ嬉しいです。 LINE でスタンプ送るわ、おめでとう。いやだやだ、めちゃめちゃいっぱい。チョコあげます。お、嬉しい、俺チョコ好きなんですよ。優しい。抱きしめるよ、抱きしめる。もうみんなで抱きしめてください。みんなで抱きしめる。まあそれはもうどんな結果でもね。あ、ありがとうございます。もちろん行ってこい。頑張って、楽しみ。だけ頑張ってくれ。頑張って。14年前の23回大会でやっぱ長野誠さんがファーストステージ覚えてるんですけども、本当尋常じゃない身体能力で、これまもう他の99人とはもう比べ物にならない動きをしていて、なんか人間の可能性といいますか、なんかすごい、なんか本当にいろんなものを感じ取って長野さんにハマって、なんかそれからずっと追いかけてますね、サスケを。じゃあ僕の Q でやってください。はい、お待たせしました。しゃあ、頑張れ、頑張れ、頑張れ、大丈夫、楽しめ。はい、再開いたします。参ります。実況まで5秒前4、3、2。新作動画続々公開中、チャンネル登録よろしく。